どうも、新宿アボイ金木屋です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます。ということでね、久々に外で撮ってますよ。外ですね。はい、ね、明日落語芸術協会さんのなんかお祭りがあるということで、芸協落語祭り、はいはい、西新宿でね、まあ、ね、芸協さんの事務所がある場所で、ね、はい、近くで撮っておりますけど、今ね、前の日に準備をね、我々はしまして、明日本番なんですけど、いや疲れましたね。そうですね、朝から肉体労働しました。はい、草刈りもしましたね。ああそう、はい、あ、素晴らしいですね。まあ、いろんなね、いろんな準備、いろんな、ね、技術ある方が多いですね。そこそ草刈りするしてる人さ、うん、業者のおじさんかなと思ったらさ、うん、学校業界、芸術協会の師匠の人とかやってた。そう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 、そんな技術もある。機械でね、ウィーンっつってね、いいですね。いろんな準備をして今終わりましたね。まあちょっと疲れ果てましたね、やっぱり体力使うことあんまりないんでね。そしたら受付とかね、受付とか、ね、はい、あります、ね、基本的にその協会、まあ言ったら落語家さんとかね、うん、まあ言ったら芸人さんがスタッフも兼ねてやるお祭りなんで、ね、我々もね、そういうことで明日はスタッフとして、動くわけですよ。大都会でやってますからね、西新宿。西新宿、ねえ、もともと小学校だった場所がそういう、いろんな芸能関係の協会とかが入ってる、そういう施設になってるんですよね。その周りはもうビルだらけですからね。あれなんですかね、そういう小学校、都会にはもう必要ないんですかね。だから結局だって吉本の本社のとかも元々小学校だったの、まあね、元々小学校でがっつり新宿、ねね、まあまあここもそうだけど、ここもそうだけど、でもここはね、このまあまあやる場所なんで言っていいんですけど、あの芸能家電社っていう場所なんですけど、昔あれですよ、デリバリーのバイトした時、うん、10年ちょい前ぐらいかな、うん、まだここまでビル建ってなかったですから。あ、周りが、周りまだね、住宅があったんですよ。あ、それをもう取り壊して、そう、区画整理して、でタワーマンションがボコ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 だって、で小学校だけはポンって残ってるから、ビルの周りに昔の小学校が、そうで、なんかさっき見たら、その家電車、芸能家電車の出口からポッと見たら、1個だけね、1戸建てが3階建てかな、4階建ての家が建ってて、だからビルの敷地内に1個だけ区画が家建ってて、多分そこの方は土地を多分売らなかったんでしょうね。あとはね、結構ね、住宅街だったんですよね。風強いもんね、やっぱりね、挟まれてるから、高層、そうそう、ビルに、ビル風、ビル風がすごい、すごいよな、小学校もう360度ビルだらけだからね。いや、ここもだって風強いもんね。まあね、ここもね、ちょっと離れた場所ですけど、でも周りはもうね、周りはもう全て高層ビル、ね、高層ビル、タワーマンションばっかり、タワーマンション、だから杉さんちってこの辺りだった、昔ね、この通りでした、人情のね、人情の杉さん、このと、本当この通りで、だから もっと中野坂よりちょっと行くと、もうあと住宅街だからね、急に。ああ、確かに ね。いや、なかなか不思議な街ですよね。まあ本当にでも力近いんでね、非常に助かってます。なあ、歩いてきるでしょ。歩かってね、もう歩いてきましょう。あ、いいですよ、明日も早いし。早いしね、今日10時集合でさ、はい、まあ、全然9時50分ぐらい着いたら、はい、師匠方が行ってさ、うん、やばいなと思った、うん、9時50分10時からじゃないんだっていうね。ああ、はいはい、そういうなんかちょっと早い、ジャイアンツもさ、巨人のね、はい、言われた時間の30分前に行動みたいな、はい、ジャイアンツタイムっていう話、はい、そういうあれなのかなと思って、芸協タイムがあるのかなちょっと慌てましたけど、はい、私逆でしたよ。ああ、もう時間だなと思って、で、ある師匠に会って、うん、で、まあまあそのまま行けば10時には着くんですけど、はい、その師匠がめちゃめちゃゆっくり歩くわけよ。大丈夫ですかって言って、時間このあれかだと遅刻になりますけど、大丈夫大丈夫、全然大丈夫っつって、
で、ね、あと何人かいたんですけど、うん、だからちょっとずつみんな合わせてあのあ合わせてたけど他の人もちょっとずつこのまま遅刻するっつってちょっとずつ師匠が距離できるっていう、人によるんじゃないですかね。人によるんですか、はい、まあまあ言ったらね、その親方みたいな方の師匠でしょ。ああなるほどね、まあ、そのいろいろ取り仕切なきゃいけないからちょっと早めに来てたのかもしれない。なるほど、ね、ものすごい人数来ますから明日。我々は去年からですけどその参加させてもらったのがね、うん、今日落語祭りすごい人数が多分去年より来るんじゃないですか、どうなんですかね。天気が良ければまあ ね、天気悪かった時ってあるのかね。ねえ雨降った時大変ですね。雨降ったらね屋外でやってることも多いから、うん、まあ、中にはね中で教室もあるから、うん、それは大丈夫なのかな。天気さえ良ければね。まあ天気 ね、どうなるかと思うんですけど、まあ季節的にはちょうどいいですけどね。今こうやってここにいてもねちょうど気候的にもね暑くもなく寒くもなくっていうね。いやでも暑いけどなまあちょっとね1時2時台は暑かったですね。今日はちょっと割とね20度になると思います、まあね、明日の天気予報見とこうかな。基本的に外にいるから焼けちゃうよ あんまり暑いと。あ明日最高気温25度。午前中は曇りですね。まあまあ過ごしやすい。じゃあ大丈夫じゃないですか。過ごしやすいかもしれませんね。基本的に我々外だとしてもテントの中に、テントもさ、テントもテントでなんか蒸し暑かったね。ね、もう周りはもう別にね、そういう布で覆われてるわけじゃないけど、屋根があるだけで蒸し暑くなる。熱がこもってね。これはもう熱中症だけはなんないよ。去年日焼けたんですよね。思いのほか。なんか整列とかしてて案内とかしてて帽子も何もかぶってなかったから意外と日焼けちゃってちょっと気をつけないと。多分今年は大丈夫そうですけど割り当て的にね当番。そうだね、はい、まあまあまあ基本的にはテントの中、はい、いやまあそんなことないですかね。まあ遅刻しないように早く帰って寝ないと。そうですね、本当に8時集合で学校に行くような感覚です。まあもしこれ今日アップしてるんで。ああそうですか、はい、なんでもしお時間合う方いたら何時からでしたっけ。9時半ぐらいからね芸協落語祭り、はい、無料で入れますから。入るのはね入るのは無料です、はい、中に入って何かやるときは、まあ、無料のやつ もちろん、ね、無料のやつもあるし、ね、有料のもある。有料のもある。まあなんかいろんなね、いろんな方々がいますから。なんかサインのスタンプラリーみたいなのあるんですよね。そういうのとかいろいろありますんで。なんか屋台とかもね。なんかキッチンカーも出る。キッチンカーとかも出ますから。ご飯も食べれますし。はい。お時間ある方ぜひお越しいただいて。はい。ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。